はい、知らせです。ついに関空来ました。はい、それで今からまだ出発の3時間ぐらい前なんで、まあ、ゆっくりしていろいろ楽しんでいきたいと思います。それでは。早速ハプニング発生。キャリーケースのタイヤが壊れちゃった。これ大丈夫かな。いやーやば。でも頑張ります。あーやば。あ、取れた。はい、無事、荷物を、預けることができました。いや今からやで。ほんまにチケット取れとうかどうか不安やったけど、無事チケットもゲットできて、あとはフライトまで時間潰して、飛んできます。はい、ということで今出国審査終わって、いつもの免税店みたいないっぱい店があるところに来てます。いや、いよいよやね。まあ、ご飯食べて時間潰します。やったかもしれん。これ入国ゲート入ったら店なんもない。飯食えてない。やばい。でなんかいろいろ店回りたかったんですけどね。やらかした。なんもできん。あと1時間でしょ。結構ね、夜やからっていうのもあって、ブランドのとことかいろいろ島良さ。翻訳部からお客様のお呼び出しを申し上げます。翻訳のプレートご準備にて本日ご出発。いやめっちゃ不安ですわ。まあでもここまで来たからね、もうやるしかない。やってるしかない。ってことで1時間後にジャンプします。スタバも5時で閉まってもた。ああフラペチーノ飲みたい。はい、ってことで、今からオーストラリアに行ってきます。まだね全然予定は決まってなくて、まあ、とりあえず、1週間泊まるところだけしか決まってない状態で、まあこれから、ね、
苦しいこと楽しいこといっぱいあると思うんですけど、まあ、全部ね受け止めて、この、ワーキングホリデーの、まあ、一日一日、内容の濃い、まあ、夢に向かって、頑張っていきます。で、まあ、これからね YouTube も上げていくんで、そちらもチェックしてみてください。で、今スマホで撮ってやってるんで、ちょっとマイクがしょうもないんですけど、まあ、頑張って金稼いで A カメラでお届けできればなと思います。はい、それでは、あと1時間後、フライトなんで、引き続き、動画の方、見てください。We'll be right back.